イエローメディスン軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1438人であり、2000年の11080人から5.2%減少した。軍庁所在地はグラニットフォールズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アッパースーインディアン居留地の全体が軍内にある。 イエローメディスン軍の軍名はインディアンが治療用に用いていたコウモリカズラの苦い根をインディアンが黄色い薬と呼んでいたことに基づいている。しかし民族植物学者の中にはその植物を保護するために識別を誤ったと考える者も,もいる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は763.39平方マイルであり、このうち 陸地757.96平方マイル。水域は5.43平方マイルで、水域率は0.71%である。イエローメディスン群には14の湖があり、その中の一つはサウスダコタ州にまたがっている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グラニットホールズの小部分がチッペワ群に入っている。ありがとうございます。